こんにちは。本日はお手軽簡単に免疫をアップさせる方法をご紹介しようと思います。免疫をアップさせると様々な病気にかかりにくくなります。例えば、日本人の死因第1位であるがん、こちらも免疫をアップさせることによりがんになりにくくなります。がんは日本人の2人に1人が発症し、3人に1人が死亡するという大変怖い病気です。また最近話題の新型肺炎コロナウイルスも特効薬がないため免疫をアップさせて治すしか方法がありません。皆さんも免疫をアップさせて健康な体づくりを行いましょう。そのため本日は免疫をアップさせるツボを3つご紹介していきます。皆さんも一緒にツボ押しを行っていきましょう。1つ目のツボは湯布です。では湯布について説明していきます。まずこの湯は輸送するという意味を持ちます。布という字は集まるという意味を持ちます。でこの壺は生命エネルギーが集まる壺と言われているため、体を温め免疫を上昇させる効果があります。平熱を1度上げることにより免疫が5倍も上がると言われております。湯布は免疫アップ以外にも老化防止、婦人科疾患、呼吸器疾患にも有効なツボとなっております。では湯布のツボの押し方と位置を見ていきたいと思います。まずは湯布の位置なんですけども、このど真ん中ですね、ど真ん中の正中線って言います。これを、ね、この正中線、胸のところの正中線があると思うんですけども、ここの正中線から指2本分外で鎖骨の真下ですね、鎖骨の真下で指2本分外の骨際に取ります。ちょうどここが湯布になりますね。もう一回確認すると、ど真ん中から指2本分外で鎖骨の下、ここがちょっとずれてるかな、この辺ですかね、ちょっとすいません見えにくいんでね、ここの真ん中から指2本分外で鎖骨の骨際になります。ちょうどねくって出すとね、ここの出っ張りの真下、ここいっぱい出て突出してるのがあると思うんですけど、この真下あたりが湯布になりますね。まあ一応真ん中の正中線から指2本分で鎖骨の真下にある、ここが湯布になります。じゃあ皆さんね、湯布押していくので、指2本分でどうやって押すかっていうと、ここを本当に簡単です。湯布のところをこうやって揉んでいきます。このようにで、これはですね、気持ちいいぐらいの強さで押してみてください。強くぐいぐい押す必要性はありません。でもしここを軽めに押しててもあ、すいません、軽めに押してても痛いという方は、免疫力が低下しているということになります。またこのツボは温めてもいいです。例えばですね、このようにペットボトル、冬なんかだとあったかいのがコンビニに売ってると思うんですけど、それに熱々のお湯を入れてください。まあポットで沸かしたお湯で構いませんので、それを満タンに入れていただいて、ここのところに、まあ、服着た状態で5秒から10秒当てて、熱くなったら外します。そしてもみもみ、また5秒から10秒当てて、熱ってなったらもみもみと、これを10回ぐらいやってください。これをペットボトル温灸と言います。それ以外にもここの部分をドライヤーでバーって乾かして、熱くなったら外して、またもみもみバーってやって外してもみもみって5回から10回行ってみてください。こちらも湯布に刺激をして免疫をアップさせることができます。じゃあ実際に押し方確認していきます。皆さんじゃあ2本指出していただいて、ここの正中真ん中のところから指2本分脇で鎖骨の骨の下、骨際を触ってください。ちょうど私だとここになります。
ちょっと今服でね、印の部分ちょっとずれちゃったと思うんですけども、今ちょうどここになります。ここを指2本分で触ります。じゃあ皆さんもここ触ってくださいね。ここを円を描くように10回揉んでいきます。じゃあ皆さんいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、このように揉んでいきます。で、私先ほどね、ここを揉んで、軽く揉んで痛い人は免疫力が低下してますよって言ってましたけども、私は今こっち揉んでちょっとやっぱ痛かったので、ちょっと免疫力が低下してるのかなっていうのが感じられます。2つ目のツボは歯間口です。では歯間口のツボについて説明していきたいと思います。歯間口はこの指のちょうど間です。爪の脇から指の根っこまで、ここが歯間口になります。この指の間にはですね、ツボの経絡が多く分布しています。また自律神経が多く分布しているため、ここを刺激することにより免疫増進効果があります。このツボをしっかりと刺激すると、手がポカポカしてくるのを感じると思います。特に血行不良や自律神経に問題があるときは、痛みを、ここの部分に痛みを感じやすいです。全く痛みがないのが健康の合図になりますので、自分の体調のバロメーターとして、ここの指を刺激して痛いかどうかを見ることができます。もしここが痛い場合は、血行不良や自律神経の不調が考えられます。例えば、風邪の時など、体の調子が悪い時にここを刺激すると痛みを感じやすかったりします。その日単位でも痛み方が異なりますので、毎日押して自分の体の調子はどうかというのを見てみてください。またお風呂に入った時に手の指以外も足の指も行うと、お家でできる簡単なメイクアップ法になります。手を洗う時、足を洗う時の習慣として歯間口を刺激してみてください。病気にならないためには少しの手間を惜しまないことが重要になります。では続いて歯間口のツボの位置と押し方を見ていきたいと思います。歯間口はもう簡単で指の間になります。ここの指の間のツボ、ここを全部刺激していくというのが今回の歯間口になりますね。じゃあこれどうやってこの指の間刺激していくのかっていうことなんですけども、まずこのように第2第3の指の第2関節あたりでグッとこうやって挟んであげます。挟んでグーッと引き抜きます。これを5回、ちょっと強めに行います。3、4、5ってやります。で、5回やったら今度はこれでグッと爪の間を挟みます。爪の間を挟んで左右にねじります。これも5回ぐらい、1、2、3、4、5、これで1セットになります。で、今度また次の指を、で、この親指もやってくださいね。で、1、2、3、4、5でやって、左右に1、2、3、4、5とねじります。本当に簡単です。じゃあ皆さんも一緒にやっていきましょう。で、各指10本ね、行ってください。で、このツボをね、指以外にも、足もやってください。だから手洗う時にこういう風にやったりだとかね、するとか、あとお風呂入った時に足洗う時に同じように足にもやってあげると、手がポカポカしてくるので免疫がアップします。じゃあやり方見ていきましょう。まず人差し指を行っていきますので、人差し指と中指の第2関節のところでグッと挟みます。挟んだら5回引き抜きます。1、2、3、4、5、今度はここの爪の際を第2関節ぐらいで挟んでグリグリグリとねじます。5回、1、2、3、4、5。皆さんもね、すいません、皆さんも一緒に行きましょうって言わなかったんで、もう一回だけ確認、皆さんも一緒に行っていきますからね。今度は中指いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、ねじります。爪の脇、1、2、3、4、5、はい、続けて4番目、1、2、3、
四五ねじねじっと5回はい次5個目1、2、3、4、5ねじねじっと5回およびも1、2、3、4、5ねじねじっと5回いきますよ爪の脇ね。そうすると今こちら私手やったんですけどもうかなりポカポカしてます。指先っていうのは血流が低下して冷え性になったりします。やっぱり血行が悪いと免疫が落ちてしまいます。で末端の血流が良いっていうのはすごく健康的で血液循環がアップしていることになりますので免疫アップに重要です。ぜひ皆さんこの歯間膏毎日押してみてください。